こんにちは、モモアです。イエーイ。もうめっちゃオフな感じなんですけど、今日はじゃーん、一人鍋をしていきたいと思います。イエーイ。夜ご飯の時間で鍋食べたいなと思って、今日は雑談をしながら鍋を食べてるところを YouTube 回したいと思いますね。どうしよう、これリングライトがさ、メガネにすっごい反射するんだけど、え、どうする、切る、マイク開ければ、え、暗くない、どうしよう。でもここずっとあったら気になるもんね。マイクじゃこれで。じゃあいただきます。開けます。せーの。めっちゃ重そうじゃね、見て。じゃあよし、じゃあこんな感じで今日は赤から鍋を作ってきたのでいただきます。乾杯。何を食べようかな。こたつで食べるのって行儀悪いの？でもうちはこたつしかないんですよね、机が。めっちゃさ、野菜盛りだくさんにした。最近久しぶりに赤からを店舗で行って、めっちゃ美味しくてずっとまた食べたかったから、家で一人鍋できてるし。でさ、一人鍋だとさ、全部自分の好きな具材を好きな量入れれるからいいよね。もう肉はそんないらなくて、好きな具は豆腐とえのきとか白菜とかがめっちゃ好きだから嬉しい。あともつとかね、もつ鍋は好きなんだけど具でもつは食べれん。思ったよりさ、鍋が小さくてこんなあっさいから全然量入んなかった。じゃあいただきます。何回言うねん。恥ずかしいんだけど一人で突っ込んでんの。じゃあまずはクタクタ白菜。うん、うん、うまっ。最高ね。今日本当はこの間赤からの店舗行った時に4番か5番を食べて、もうちょっと辛いの食べたいなって思ったから探しに行ったんだけど、お店に1番と3番しか置いてなくて3番にした。最高。そういえばこの間お別れしましたみたいな動画を上げたと思うんですけど、意外にもっていうか、2人で動画とか頻繁に出たわけじゃないから、すごい応援してましたっていう声が意外にもあってびっくりしました。ありがとうございます。で、上京するっていうことを確か言ったのかなと思うんですけど、今は一旦地元で一人暮らしをしてます。もう別れてすぐ一旦離れたかったんで、上京したりとかいろいろ段取りがあるから、ちょっとの間住む家として地元で部屋借りました。なにゃんにゃん動かした絶対今。たーにゃん、こっち来て。やめて、ダメダメダメ、動かさないで。うんうん、もう悪さばっかりしないで。猫とこたつで鍋。たーにゃん、ママがご飯食べてるといつも邪魔してくる。あ、そうだ、もう一個話したいこと思い出したわ。なんか最近蛙化現象って流行ってるじゃないですか。ちょっと前までとは違う意味の蛙化現象っていうのがなんか流行ってるみたいで、よく TikTok とか YouTube とかでも見るんですけど、あれどう思います？なんか一番代表的なやつで、フードコートでお盆持ってキョロキョロ自分のこと探してる彼氏見て蛙化現象みたいな聞くみたいなやつとかあって、めっちゃびっくりした。え？みたいな、理不尽すぎじゃねって思っちゃった。何が嫌になるのかもう全然わかんなくて、どういうことなんですかねあれ。だってさ、フードコートでさ、自分のこと探そうともしないで自分の席座った方が偉くない？適当に。どういうこと？本当に？本当なのそれって思っちゃう。本当に嫌いになるのそれでって。てか好きじゃなかったんじゃねって思っちゃう。あと何があったっけ、カエルか。あ、ピースの角度がキモくて、カエルかとか。大変すぎだろ。でも好きな人だったら基本何でも許せるけど、でも嫌いになったらマジで全部無理、全部キモい。うまい。もう最近タニはめっちゃなんかじゃれたりとか遊ぶときに噛んでくるんですよ。噛み癖がついちゃって、
でもそれももにしかやらないんで、あの友達が家に来たりとかしても友達とかに噛むことはないんで、なんかもうしょうがないかなって諦めてるんですけど、いやしばらく対策はしたんですよ。噛み癖直す用のハンドクリームみたいなやつ買ってみてつけてみたりとかなんですけど治らなくて、だからもういいかなと思ってなんかそのままにしてるんですけど、そしたら今度ももの体に異変が現れてきて、なんかアレルギー反応みたいに出てるのか分かんないんですけど、引っかかれたりとかね、噛まれたところがねこうやってねぷくって膨らんでくんの。これでも何時間かしたら消えるんですけど、ひどい時とかここら辺なんかもうジンマシンみたいにブワーってなったりとかしてて、その噛まれた後とかで本当にガブって痛いっていうぐらいに噛んでるわけじゃなくて、甘噛みとかだから本当に傷ついてこうなってるっていうよりアレルギーとかそっち系で出てんのかな、怖い。でもね、モモが悪いんだ。パンナが多分ネイルとかキラキラしてるから気になって遊びたがってて、これで手で遊ばしちゃってたから多分噛むようになっちゃった。マジで味薄いんだけど。てかリゾット食べたい。あ、モモの今年の目標は SNS を頑張る。もう SNS めっちゃ苦手で、多分去年とかも全然他のエッグモデルとかに比べたら全然クソだったと思うんですけど、まあ、いつも待ってくれてありがとうございました。今年はもっと見てもらえるように頑張ります。でもまずインスタとツイッターも苦手なの。 YouTube はたまに撮る気が起これば撮れるけど TikTok とかも苦手で、なんか他に自分ができる SNS ないかなと思って、あのブログを書いてみたいなって今めっちゃ思ってるんですけど、どうですか、見てくれます？ももがまちブログやったら、なんかその伸びとかはもはやよくて、そのブログやるとしたら、いつも応援してくださってる方と交流できる場が少なすぎて他の方と比べて、それが自分的にちょっと申し訳ないなって気持ちがあるから、一個でもブログとか使ってつながれる場所が欲しいなって思ってるだけなんですけど、でも今ブログとか多分あんま流行ってないから、もしももがやってもみんな見てくれるのかなっていう聞きたかったことかな。ポーリポーリー、ね、待って、これやっぱリングライト決まるかもね。消そう。でもご飯まずく見えそう。美味しくなく見えるからやっぱつける。やっぱつける。うん、甘っ。もうお鍋はねウインナーマジで入れたい派で、ももが一番好きなウインナーはコウくん。コウくん一番うまい。いいこと考えた。もうこっちに全部取り分けちゃって、リゾットしよう。リゾットを楽しみに鍋を食べてたからね。じゃあちょっとリゾット作ってきます。じゃあリゾット作ってきたよー。見て、まだグツグツしてるよ。わー、うまそう。これを待ってました。この食器めっちゃ良くないですか。ご飯中いっぱいね、水分取った方がお腹いっぱいになるし、海賊みたいでかっこいいから、これ好きです。じゃあいただきます。やばくない？めっちゃうまそう。わー、あっつ。おいしい、最高。見て、明太チューブ持ってきた。これはコストコに売ってる冷凍の明太子の小分けになってるチューブみたいなやつなんですけど、この間赤から行った時に明太子を追加トッピングで知ったらめっちゃ美味しくて、だから持ってきた。あー、うまい。めっちゃうまいんだけど。味薄いから液出したらつゆだくになっちゃった。てか気づいてた人いるかな。見て、メガネこっち棒がないんですよね。使ってる、まだ使えるから。片側生活だからね、このヘアバンドとかしてるとめっちゃね、ほら安定感良くて。もう今年二十歳なの、やばい。最近疲れてる。でも今は自分のこととターニャのことしか基本考えなくていいから楽。やっぱ一人の時間ってマジ大事なんだよね。どうせ辞めたばっかだからそうやって思うのかわかんないけど、
最後の一口です。いただきます。うん、食べた。はい、ってことである日の一日の夜ご飯撮ってみました。まあ動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。なんかリクエストとかあればコメントとかにも書いてください。待ってます。今お風呂入って歯磨いて寝ます。じゃあバイバイ。